この記事では、紋章学を中心に、象徴的図像としてのライオンについて解説する。ラスコー洞窟の洞窟壁が古代エジプトのスフィンクスエチオピア帝国の国旗ライオンは、古代から紋章の図柄によく使われてきた。ライオンは、百獣の王であり、勇気、力、王権の象徴として扱われたことが、紋章によく使われるようになった理由であろう。 紋章では主にチャージやサポーターに使われる。象徴としての歴史ライオンは、石器時代から絵や彫刻の題材とされてきた。ラスコードークスには1万5000年前に黒ニオン人によって描かれたライオンの絵が残っている。後に、ライオンは文化の守護者やリーダーとみなされるようになった。北アフリカに残るエジプト文明以前の墓には、 二匹のライオンが墓の両脇に鎮座しているが、このライオンは神の象徴であったと考えられている。ライオンは様々な古代文明で登場している。古代エジプトではライオンの体に人間の顔を持ったスフィンクスがしばしば作られていた。スフィンクスは王家の象徴であった。また、エジプトやアフリカの文化ではメスライオンはネーロで恐ろしいハンターであるとみなされていたが、 国の守護者であるとも認識され、神殿の装飾や彫刻の題材としてよく使用された。また、エジプト神話には、バステトやセクメトのようなメスライオンの神が登場する。エジプトを一時期支配したヌビア人は、自らをデドゥン神の息子だと主張し、勝利と繁栄の象徴としてデドゥン神を崇拝していた。ギリシアの文明や中東の文明においてもライオンは、 特別なものと考えられていた。ミケーネ文明期に作られたライオン門の上部には2匹のライオンが彫られている。ギリシア神話には人々を襲う怪物としてネメアの獅子が登場する。旧約聖書の創世記にはイスラエルの部族の一つ、ユダ族がユダの獅子を自らの象徴としていたと記され、この伝承をもとにエチオピア帝国はライオンを皇室の象徴にした。 スリランカの民族、シンハラ人は自らを、死子の子孫と呼称し、ライオンを、自分たちを象徴するものとしている。スリランカに残る古い言い伝えによれば、最初のシンハラの王ビジャヤは、ライオンを父親に持つシンハバーフ王の子だという。中世の王家でもライオンは、ハインリヒシュ志シや出身王の呼び名に代表されるように、勇猛者の象徴であった。中世紀以降、 様々な形態で紋章に、ライオンが描かれ続け、現在においても様々な国旗、国章、紋章などに使用されている。紋章学における、サポーターとしてのライオン像、A ライオンカウンター、ランパントガーデントは、アンド、A ライオンランパントは、ラングドグルズ、医薬、逆ランパントの体勢で正面顔の一頭の金色のライオン、および、 ランパンとの体勢で赤い下を見せている一頭の金色のライオン。紋章学には紋章に用いられる動物の姿勢を表す特別な用語が数多く存在する。紋章に用いられる獣は実在と架空を問わず英語でヘラルディックビーストと言い,い、日本語でも直訳して紋章獣と呼ぶ。鳥はヘラルディックバードであるが紋章鳥という日本語は少なくとも 一般的ではない。動物全般を指すのは、ヘラルディックアニマルであるが、やはりこれにも日本語として定着した子はない。ただ、研究者や愛好者は、紋章動物という名称を用いることがある。そこで、紋章獣としてのライオンであるが、紋章動物としても紋章獣としても代表中の代表であるため、紋章動物の姿勢を表す用語は、 ライオン像の名称であるかのように解説されることも多い。しかしながら、正確にはそのようなことではない。例えば、最も一般的で標準型と言って良いランパントであれば、ライオンランパントが単にランパントと呼ばれることが多いものの、それはあくまでも略称に過ぎない。文章学を古来の原則通りに適用するなら、ライオンの文章に色には文章学上の ティンクチャーに基づく、金、銀、赤、黒、青、および、その他がある。現代では、紋章学の概念から外れた属称として、黒、白、金なども一般には参見される。コモンズカテゴリー、ライオンズランパントバイチンキ紋章記述分等の色の説明はすべてフィールドに関してのもの。ライオン以外の紋章獣も珍しくはなく、クマが比較的多く見られる。 ユニコーンのランパンとは、イギリスの国章がサポーターの紋章獣としていることから、報道などを通して目にする機会が他の紋章獣より多いかもしれない。EN、アティテュードも参照紋章学におけるアティテュードすなわち、姿勢とは、その紋章動物が取れる姿勢に限られるのが基本ではある。鳥居には飛ぶ姿勢、ボラントがあるが、ライオンには当然それはない。しかしながら、 紋章は図案であるため、派生した図案の中には、基本からかけ離れたものも存在する。擬人化されたものがそれであり、獣の足のままで物を握らせている例や、全仕事人の腕を取り替えて、物を握らせている例がある。体制、編集体制を表す用語は、その紋章動物が何であるかを表した後に続けて、呼ばれる。顔の向き、編集顔の向きを表す用語は、 体制を表す用語の後に続けて呼ばれる。ISBN4 から422215329。ISBN978 から4から422215327。虫度 BB2894 万7239。奥区11億2280万6166。国立国会図書館書士 ID029954468。ありがとうございます。